聖堂灌外石は、京都府常用市寺田聖堂にある大規模な複合遺跡。国の史跡に指定されている。標高40メートルから50メートルの南向きの大地上にある。月地平及び南門手前右は、長屋川1965年、大地生誕の地藩で、河原辺や土器辺が見つかり、古代寺院があったと推定され、当初は地名を取って、 聖堂廃寺跡と名付けられた。1973年2月からの大規模な発掘調査で寺院跡と見るより、奈良時代の群が中心部分と推定される、掘った手柱建物群跡が見つかり、1974年には聖堂遺跡と解明された。その後、付近では部分的な発掘調査を続けた結果、遺跡西側にも建物群跡のあることが分かっている。 この遺跡は5世紀の小規模な古墳と6世紀後半から7世紀にかけての集落以降、そして7世紀以降の整前と配置された大型の掘立柱建物群からなる灌外公などが重なり合う複合遺跡となっている。特に灌外公は歴史、地理的背景や出土遺物などから奈良時代の山城国癖群の群が中心部であると推定される。 1974年9月12日に、上陽市では最初に国の史跡に指定され、翌年3月に史跡地全体の約1万850平方メートルが公有化された。この遺跡は発掘調査後、埋め戻されて長い間広場になっていた。その後、遺跡の保存と活用を図りながら、積極的に街づくりに生かしていこうという機運が高まり、 1989年2月に文化庁の指導を得てこの遺跡を含む常用市内前後箇所の史跡整備構想が策定された。そして翌年にはこの考遺跡の整備基本計画が作られ、1991年10月から整備工事が着工され、1992年11月に工事が完成し、史跡公園として、 遺構の一部が復元され芝生や万用植物を排した広場として整備されている。京都府女用紙、寺田正道。ありがとうございます。